おっす、日進月歩、塩田正弘です。松田先生、おっす。おっす。もう、単刀直入に聞いちゃいます。はい。仙骨って何なんすか？仙骨。はい。確かに、よく稽古で僕も仙骨って言ってますよね。仙骨を立てろとか。はい。言いますけども、すごい言われますし、やっぱ他の武道、他の武術でも、やっぱ仙骨ってすごいなんかポイントな気がするんですよね。はい、うん、そうですね。やっぱ仙骨を操作して相手をこう崩しているんで、まあそうですね。まあなんだろう、まあ仙骨とか尾低骨とかって考えればいいと思いますけども、まあそこを操作しないと相手崩せないんですよ。あ、例えば体育座りって良くないんですよね。ああ、何に良くないですか？体の使い方を相手に伝えるのに、はい、あの体育座りのようなこうやってこう、あの背中が丸まってグニーンってね、なりますよね。なってるようなやり方だと技できないんですよ。なので、そう、ちゃんとそう立ててというか、立てた状態じゃないと効かなくて。なるほど、なるほど。なのでそういったところも、はい、僕もこう今までの動画で結構話してきましたけども、はい、今日はですね、はい、仙骨操作にまた詳しい、はい、岡本先生という方を登場にお呼びしてます。そこでまた詳しく説明させて、はい、マジックみたいな人でしょ？ああ、知ってます？知ってます。YouTube 僕見てますけど、はい、本当かなと思って僕。まあ確かにね。ああ、怪しいなと思ってんですよ。ああ、岡本先生、来てくれるんですか今日？今日来てくる。ああ、もうじゃあ暴いちゃいますわ僕が。ああ、どんどん質問して。じゃあすいません、はい、なんか先生の顔を潰すかもしれないですけど、すいません本当に。はい。やらせていただきます。はい。では道場行きましょうか。お願いします。はい。はい。ということで、松先生、東京の方に来ました。はい。そして、岡本先生でーす。お願いしまーす。はい、本物じゃないですか。本物いるんですね。伝説上の生き物かと思ってましたけど、僕。いつも動画見させていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。松田先生。はい。ちょっと、もう聞きたいことバンバン聞いていきましょうよ。めちゃくちゃあるんですけどもね。はい、ありますね。まずは、その、仙骨操作。で、先生も動画出されていて、はい、すごいやっぱり詳しいんですよね。うん。で、その、合気道をしている者たち、なんか、刮目せよって、はい、結構書かれていますけども、はい、やっぱ、合気道家が知るべきことなんじゃないかなということがたくさんありまして、そのまあ第1弾として、はい、第1回目は仙骨操作について、先生についてお話しいただきたいと思ってます。なるほど、はい、よろしくお願いします。はい、仙骨っていうのはもともとは尻尾を動かすための骨です。生まれた時人間の5つに分かれていて、で捕まり立ちして歩き始めるあたりからだんだん癒着が始まって、はい、最終的に1枚の板、それで腸骨と腸骨を結んで立ててるんです。腸骨と腸骨っていうのはどこですか？腸骨、ここ腰の、お尻のところにある人を使って、なんか説明していただきたい。誰ですか？誰ですか？急に入ってこられて。私のお弟子さん。ありがとうございます。お弟子さんですね。ありがとうございます。ここに腸骨というのがあります。はい、要するに骨盤ですね。はい、骨盤と骨盤を結んでるこの間の梁みたいなもの、はい、要はこういう状態が仙骨ですね。ああ、はい。で、もともとは尻尾を動かすためにありました。動物時代の尻尾を動かすために。そう。へえ、ははは。で、我々人間は霊長類も含めて、はい、いわば直立歩行らしきものを始めた。はい。そうすると支える両方の骨と両方の骨、腸骨がこう勝手に動かないようにしっかりと支えてくれるためにっていうんで役割が変わっちゃったんです。ああ、尻尾を振る役割から、はい、支える役割みたいな。そうです。はいはいはい。で両方の、ね、骨盤を支えて、ここで支えてる、はい、でもまだ尻尾を動かすための機能は残ってるんです。へえ。ですから尻尾をひょいと立てたり、尻尾を、犬なんかそうですね、尻尾立てるとき、ね、はい、またの間に隠すとき、はい、その機構はまだ残ってますよ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。何があったんですか今。急にタタタってなられて、よいしょってやつ。これは仙骨を操作されてるんですか？仙骨をこうやってるんです。こうやってるんです。先生の仙骨をそうしている。そうです。ほう。そうすると相手の体の中に入る、ね。はい、もちろん手の内っていうのをちょうど説明をする、はい、お互いに接続する
コンセントにプラグを入れるように、はい、つながるための技術が必要ですけれども、はい、普通こうやってやってて仙骨動かしても何も切れないです、はい、つながってるから逆に尻尾を立てるように仙骨をこう上に持ち上げていくとこれが合気上げみたいになってるじゃないですか。あ、これは本当の合気みたいな合気上げです。持たせてじゃないんですよ。はー、え、ちょっとそ、どんな感覚っていうか。あ、また別の身内じゃない方。あー、なるほどなるほど。あー、上がりますね。ほう、はい、よいしょ。ほう、これか。おお、持たせてやる稽古は、はい、握らせてやる稽古は、はい、僕が何をやってるかを教えるためのツールであって、相手がグッと握りしめてそれを上げれますよねっていう、これとは違うんですよ。あ、また別の操作方法というか本来はそちらです。はあ、こうやって握らせて、はい、うわ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 、僕何やってますかって、はい、手の内作ってますよ。はあ、おー、違います。あ、違う。え？もう見てる方はよくわかんないっすよ、本当に。仙骨を、尻尾立てるイメージですね。はい、本当に自分、我々まで尻尾持ってますからね。はい、外に出てこないんで、はい、たまに尻尾を持ったまま生まれてくる子はいますけど、あ、普通の人、皆さんも、はい、尻尾はここの中に格納されててあるんです。おー、尾底骨がそうです。ああ、なるほどなるほど。だから尾底骨を動かす、はい、動かす、動かす、うん、そのまあ技能っていうかな、はい、そういうものは残ってるんでこういうことが可能ですよっていうことです。で、実際はここを使うのは遅いんで、普通に上げるときには極上筋スッと使ってこうやって上げてもらいます。尾底骨は使わない。立ち方のときは、はい、動くときに自動的に使えるよねって話です。ほう。両手でしっかり行っけ。行くわけないですよね、本当は。まあ、筋力対筋力だったら、はいはい。でも、ここでひゅっと浮かせておくと。ほう。死なせておくんです。バランスを失わせて、はい、相手がそれの復元に最優先に取り組んでるときに、スッと盗んじゃう。はい、え、受けてる方はもう全力で行ってますか？なんか、はい、本当に重心がなくなる感じがします。ああ、もう力が入れれないみたいな。3人1人じゃ足りないだろうと。あの体格差がどう見てる。ああ、なるなる。そうなると私もピュッとも動きます。まあそうですよね。でもお、すげえ、え、すげえ、え、危ない危ない危ない。掴んでないですね。触れてて。触れててかけるのが本当です。合気道は総括から進化源の体術を習っています。だから剣術と回ることができる。いわゆる 2.1 流、1流と合気道ですね。はい。あ、もう 物腰でも、はい、物腰でやるんです。で、この時に体もう立ってますから使えますよね。そうそう、使っちゃうでしょ。これは今もう仙骨を使われてるんですか？はあ、い、押さえつけて、はい、どこよいしょなんて相手が踏ん張ると。はいはい、踏ん張りますね。仙骨をひょいと押せな。いやいや、ちょっとじゃないですよ。おー、なるほど。なるほど。ちょっと、マサ先生、どうですか？マサ先生、ちょっと。ああ。おー。そうですね。なるほど。つま先立ちになりましたね。そうですね。はい、こう、僕も、その、なんだろう、動くとき、ちゃんと、力感持って、もっとやっぱちょっと不安定にさせられますね。あ、不安定になってる感覚ですか。うん、この技術ってダンスなんですか？ダンス。ああ、そっか。シャルイダンスって。シャルイ。お手をどうぞっていう時に、はい、これで女性は相手の技量がかかってるんです。ああ、なるほど。あ、この人は踊らせてくれるなと思うと、はい、体を全部扱う。ああ、なるほど。
男子の場合に、はい、男性はリーダーって言いますけれども、はい、黒子なんです、黒子だ。ああ、自分は主役じゃない。目立っちゃいけないんです。なるほど、はい。男性は地味な黒服なんです。ああ、まあ確かになんかそんなイメージありますね。女性を綺麗に踊らせるための、うん、プロンプターなんで、はい、で、あなたのことは絶対に支えてあげてますよっていう、この技術が必要なんです。で、上からでも同じことはできますよね、うん、なるほど。はあ。おー。そうか、はい、あの、はい、僕もちなみに社交ダンスの世界一の人と対談したことがあって、はい、同じというか、でも先生の場合、ちょっと仙骨操作ともっと難しいことがあって、その仙骨を使うのに、だからやっぱこっちの 手自体が、はい、例えば触れたところ変わってなくて、これをなんかここで動かすわけじゃなくて、はい、変わってないわけです。そのだから仙骨操作がそのままここに伝わるんですけども、はい、その手の使い方が難しい。もう喋りながら聞かされてる。喋りながら、はい、ここが難しい。なるほど、なるほど、なるほど。お尻さ、え、お尻、はい。いや、え、そう、お尻の方もこういう作用をさせてて、それをここに伝える。あここに伝えると、はい、塩田さんの仙骨もそういう風にミラーリングを起こすので、あミラーリング、はい、同じようになるという、そうです、相手の技術っていうのはそこなんです、はい、だから海藻はいろんなこと言ってますけど、はい、相手がかかってれば分身の共有と軸の共有ができるよね、はい、あなたの体は私のもの、はあ、なぜ同じ、ああ、だからいろんなやつも、はい、例えば合気道の関節技であって、はい、これがかかってないと効かないんですよ。ああ、なるほど、なるほど。打たれてて、はい、ちょっとグッと下がってみてください。はい。四方投げ、いきませんよね。四方投げ、はい。お手返し、いきませんよね。はい。一回で、いきませんよね。はい。動かせと。おお。あら。いや、あら、いや、あららじゃないですよ。合気道家が。え、行かないです。はいはい。ぐっとね、うん、力入れていただいて。おお。まあ、それどころじゃない。ああ、そうですね。あ、はい、はいはい。あれがそれどころじゃない状態にしてしまうのが、はい。合気道の一番最初の。ああ、はい。ああ。はあ。それ以外の部分で合気って言ってるのは、はい、言い方悪いですけど、全部まがいもんです。一刀流系の、大統領には相手の術、相手柔術、秘伝しかないんです。へえ。で、一刀流系はなんかここは秘伝とかって柔術の触れ合い手を使います。おっ、あー、いここだけ点だけで、うん、あ、うん、で浮くんです。浮いてますね。でも筋肉なんです。はあ。鏡を使って作業してる。はあはあ、相手の術は白身、はい、骨と靭帯と腱、はい、この3つしか使えません。ああ、白い部分、体の白い部分ってことですね。筋肉を使わないですから、塩腱膜ってこれと、はい、でこちらのこれと、はい、で首の下で、これは今のは 何をやられたんですか。はい、塩腱膜っていうここにある白い部分と、はい、こちらにある腱の部分と、そしてここのこれをグイの身にして、はい、でも白い部分しか使えます。よいしょ、うん、これが一度出来上がると、はい、未来永劫引っかかるんです。いやいや、魔法見てるにしか思えないですね。すごいな。大統領の一刀流系は、はい、いわゆる朝顔の手。朝顔の手。やることは同じなんですけど、最後にここの神経を使って、はい、その神経の力をボーンとぶつけてます。うん、ですから。でもこれ外して、はい、もう一回かけて、何もしてないでしょ。筋肉を使うから一回こっきり、はい、使い捨て技術、はい、相手の術は筋肉使わない、何回でも、はい、何回でもかかりますよ。これは なぜついていってるんですか。あの、倒れたくないからです。あ、バランスを2人で取っているっていうことなんですね。人間って二足歩行っていう無茶を上げ始めましたので、はい、あ、触れると四脚になりたいんです、はい、四つ足になって安定したい、はあはあはあ、でそのうちの一本が上がると、で、どんな感じですか。重心がもう、あ、持ってかれてましたね。三脚になりたいんです、はい、つながりました、はいはい、あ、まあ、確かに移動しましたね。
これは僕がやってることではなくて、お互いに協力をして、はい、いびつな三脚を作ろうとしてる。ああ。正しいこういう四脚の構造ではなくて、はい、このうちの一本が上がりました、はいはい。そうするとバランスを取らなければいけないので、はい、いびつな三脚構造になります。はあ。これが相手の方でした。はあ。倒れちゃうからくっついていたじゃん。ああ、支えてもらいに行っているっていう感じってことですか。本当に筋肉じゃないんですね。筋肉をこれでやると抵抗があるの。はいはいはい。だから分からない。抵抗が全くない。つながってる、うん、これで私の口っていう心拍の堅実の技術、つかの持ち方ですよ。よいしょ。でこういうことをできるから、はい、仙骨の動きが使えられるよね。あ、うん、仙骨から来てるんですね。その出力が。エンジンは仙骨。仙骨の動きが相手の体の中に、人間は同じところで抵抗しようとしますから、余分な仕事をされると仙骨で踏ん張るんです。仙骨で踏ん張ろうとしてる、この姿勢が仙骨、はい、はー、要は僕はこんな状態にイメージ的になってるんです、はいはい、先生がそうなってるってことですか、はい、だから相手はその四脚から三脚へとって、はい、バランスが崩れたんで、はい、それをなんとかバランスを保とうと、そう、倒れまいとして、うん、そういう姿勢に勝手になっていくという、はい、で、勝手展示って言ったらそれなんですよ。よーいしょ。はぁ、あの、テレビなんかや映画なんかで、はい、刀を持った武士が、はい、鎧武士は切るでしょ、はい、あんなことありえないんです。あれは演出です。甲冑切られると、はい、あ、どこ切ってみたいになるんですよ。まあ、ガチガチに鎧みたいなもんですもんね、はい、だから触れて、崩して、分かりました、はい、あ、脇の下は空いてるから、大動脈を露出してるところ、頸動脈は脇の下、リストカットの指、そして高肩という、あ、処刑区、はい、ここに露出、あの、大動脈露出してるんで、はい、崩して操作してそこを狙っていってたっていう、はい、だから瞬間ってね、切る動作ってこうじゃないんですよ。じゃあこれ何ですか、はい、相手につけに行くんです。あ、そうなんですか。刀切るものじゃなかったってことですか。あの、崩すもの。わあ、面白い。初めて知りました。崩せるよね。頸動脈露出したいね。頸動脈露出したいね。可愛く殺されるっていう。可愛い。で、メスなんです、刀って。メス？どういうことですか？入れて切開するだけ。はい、ああ、なるほど。これズバーっていう感じじゃなくて、頸動脈が、はい、切れたらいいよね。なるほど。スッとやってシュッと、そう、3センチか5センチぐらい切れればいい。ああ、もう致命的になるってことですか。そんなこといらない。はあ。だから新海の刀って直刀に近いんです。へえ。まっすぐな刀。あ、なるほどなるほどなるほど。中央憲法なんかでやるまっすぐな刀に近い。ありますね。メスをちょんと入れてちょっと切る。これ塩対合気道の中でなんかこれ使えそうだなというか。いや、使えるっていうか、全部の技には、それがなきゃいけないっていうか、もう大前提としての技術というか。そうですね。まあ、触れて持たれる部分が多いですけど、まあ、今の技は、はい、さっき、浮くとかいう表現っていうか、まあ、重心がずらされてる、まあ、これじゃ浮いてるじゃないですか。はいはい。で、仙骨の操作で、だからこっちに行ったら、こう、人間こう動くじゃないですか。うん。だからそういうことを先生こうされていて、はい、そうしないとだって強く持たれた人操作できないですから。あ、うん、はい、触れました。はい、仙骨こちらにずらしていきます。はあ、ここにずらしてるんじゃないですか。はい、これずらしても外れる。はい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 。つながって相手の支えてる構造の一番要、下半身どこ、仙骨、はい、仙骨ずらす。はあ、よいしょ。なるほど。これが結構硬い、この物体とか、はい、でもさっきこう受けましたけども、はい、これ僕だって固体になってるから、はいはいはい、それを先生が、はい、ほら、重心上げれちゃう。この時の操作が、最初こうした方が、はい、より分かりやすいんじゃないか。最初分かりやすいですね。あ、だからそうなってんだ。だから握らせる。あー、なるほど。ギューッと握ってっていう。自分が何を操作されてるのか。あー、うん、はー、すごいですね。
で、シュガーさんのところの養心館合気道で、はい、いわゆる非力な妖精というか、はい、ありますね、肩はね、はい、次の話に。あ、なるほど、わかりました。じゃあ、仕切ったいから、あ、じゃあ、はい、一回これ、仙骨のところはこれで締めましょうか。そうですね、それでは仙骨の講座、ありがとうございました。ありがとうございます。